吉川英治作、悲願の旗。いくつも出してある将棋の紐線を、奥見は一枚一枚と取り除けていく。そして夕日のもとに一日の塵を払うと、桜もみじだのイチョウだのが、もう人影のない蓮華王院の裏の方へ、霧白でも吹いたように光って飛んでいく。 風でもひいたのかしらあの人は。弓じ屋の奥美は、久之助のことを考え出しながら、軒下へ将棋を重ねた。一日でも、ここへ見えない日はない久之助なので、来ればうるさい気のする時もあったが、来なければ来ないで、なんとなく物足らなく思う。おや、なんだろう。 おくみは、足元へ手を伸ばした。重い、朝財布だった。汚い紐で、ぐるぐると巻いてある。ま、誰が忘れていったのかしら。一日中の客の顔を描いてみたが、今日はことに客が多かったのである。財布の姿だけで、持ち主の姿を思い当てることは難しかった。 連元王院の西の淵は、三十三元堂といって、天下の弓輪になっている。そこでこの頃、奇襲藩の者が盛んに稽古しているので、その稽古日というと、どこの藩ともなく、たくさんの侍たちが見学に来ているし、町の者も見に来ていた。投資屋の揚額を競うことが、毎年激しくなってきたので、この付近には、 無数に腰掛け茶屋ができた。弓茶屋の奥見も人に勧められて母親と二人で店を持ったのであるが、勧めた人の予言した通り、奥見の器量はどこの弓茶屋の娘より目立って、今では一番流行っていた。あれほど流行る茶店だから、二年ほどの間には相当小金もたまったろうというものもあるが、 実際はそうはいかなかった。三十三元堂の地内を借りているので、寺へも道州たちへも、また弓場の支配をしている六人の道見衆という自社奉行の下役たちへも、いろいろ心付けが行ったりするので、どこの茶店も忙しい思いをするだけで、暮らしはいっぱいというのが本当の懐だった。 誰にしても、今に気がついて、落とし主が取りに来るであろう。奥見は、湯沸かし場の棚の上へ金入れをあげておいた。だが、人のものだし、そこも物騒な気がしないではない。奥にいる年寄りへ預けておくのが安全だと考えたが、まだそこらの掃除だの、洗い物が残っていたので、 自分の帯の間へしまい直した。やっと自分の手足まで拭いて、髪を撫でつけていると、レンゲ王院の馴染みの伴奏が。おくみさん、片付いたね。お疲れだろう。おや、上新さんですか。あなたもご用済みうん。今日はまたバカな人手だったな。稽古日でもこう来るのだから、 この暮れの公の日には大変な雑踏だろうよ。儲かるのはおくさんばかりだぞ。ま、そんなでもございませんわ。本当に。まあいいさ。今のうちにせいぜい働いておいて、嫁入り自宅をこしらえておくことだ。そうそう、無駄口を言っていると忘れてしまう。おくみさん、渡しておくぜ。え、何ですか 道見衆の小牧さんから、お前に渡してくれと頼まれた手紙だ。小牧さんからも、おくさんからも、いずれおってもらうつもりだが、今日は黙って渡していくよ。店を閉めたら、おっかさんに内密で、ちょっと疑音の二軒茶屋まで顔を貸してくれないか。手紙を見るとおくは、 どうしよう。迷ったが、予想、と思い決められなかった。好きな人どころではない。道美の小牧大八は、なんだか怖い人に思われていた。しかし、その怖さが、奥見にはまた、不思議な魅力でもあった。ならず者がゆすりに来ても、何か揉め事が起こっても、道美の大八が来てくれれば、 おくも母親もほっとして、女暮らしの中にも気強いものがあった。おくにとれば、大八というものは、魅力というよりも、頼もしい人、と言った方が、適切かもしれない。二軒茶屋まで行ってみると、その小牧大八は、神楽門の陰に立って待っていた。来てくれたか 第八は三十二三の男だった。五百人にはもったいないほど骨格も優れていて、再起は前にも見え、口は大きな意志を蓄えているように見えた。ご飯は食べたのかいいえまだ。じゃあどこかで。でも、おっかさんと一緒に食べないと疑われますから。おっかさんはまだ、 二人の気持ちを分かっていてくれないのか気持ちってこの前もお前に言ったことさ。だってあんなこと、私の口から言えませんわ。じゃあやっぱり、俺の口から話すほかはないな。俺から話そうか。待ってください。まだ、もっと先になって。お前、迷っているのだろう。 急の助と俺とを比べて。そうじゃありませんけれど。あの、手紙のご用って何ですのよそう。あら。お前が迷っているなら言えない。どうしてです決まっているじゃないか。優しくて金があって、俺のように嫌な相談などかけない町屋の急の助の方が。 余計によく見えてくるに違いない。急の助さんと、私別に何も。じゃあ、あばよ。あ、待ってください。気持ちが悪いじゃありませんか。でも話さない方が、花だと思い直したから。お金のことですか実はな。いろいろお世話にもなっているんですから。 できるほどのことなら。ところが今度は、ちっと高が大きい。いつか話したろう。天皇寺武神の河原受け追いに、半口に乗ったこと。あいつについ込んだ金が、年を越さなければ、正味になって戻ってこないのさ。そこへ会いに行くと、道島に少しばかり買い付けてある米が、相場が下がって、後金がいると言ってきたんだ。 くれにはみんな金になってくるわけだが、そこまでのつなぎに二百両ばかり工面したいと思っているんだが。小牧さん、私にそんな大きなお金、どうにもならないことはご存知でしょうお前の手にないことは知っているさ。だが、急之助に一言言えば、あれは六条某門で屈指の秋岡と言われている武士屋のせがれだ。 それくらいな才覚はすぐ出きよう。話だ。何も無理にしてくれと言うんじゃないぜ。俺もな、男と生まれたからには、自社奉行の下っ端で、一生安淵の糊を舐めて送ってしまいたくねえからな。と言って戦国じゃなし、やりすじで野望も持てないし、今更弓の稽古をして、三十三元堂へ、天下一の学を上げて、 自信して見せる根気もねえ。それよりは金じゃねえか。金さえ持てば、漢文のご時世でも、随分男一体の主体仕事はできるからな。奥美、こう言うとお前は、俺をただの道楽者と見やしないか。いいえ、あなたのご気性は、私も知っていますから。わかってくれりゃありがたい。 女遊び、博打飲み食い。そんなことは、俺の欲望を満たすに足りない。俺は町人になってもいいから、男として悔いのない一生を送りたいのだ。それは、仕事より他にないじゃないか。三十三元堂の道民役などをして、的場の砂を吐いたり、焼かずの町前に座ったりする仕事に、何の張り合いがあるものか。 小牧さん、あまり遅くなると、おっ母さんが変に思いますから。帰りたいのか。でも、嫌なことを聞かせてすまなかったな。そんなことありませんけれど、私の力では。もういい、忘れてくれ。そこまで送っていってやろう。第八は、お組の手を握って、自分の懐へ差し込んだ。 水仕事をするから、痛々しいほど荒れているな。いつまでこんな、いじらしい手をさせておきたくないが。奥見は、顔を横にしてうつむいた。その顔を覆うように。誰も見てやしない。誰も見てやしない。第八の唇が、しつこくまつわった。いけません。いけません。 たくましい腕から抜け出そうとするもがきに、奥見は白い喉を伸ばして争った。するとその足元へ、帯の間から、金入れが落ちた。金の音に、大八は思わず手を離した。汚い朝の財布から、風巾の工場でも破れたような、いい響きが漏れたので、彼の目は、驚きと怪しみに、暗い地の上に、 すいつけられた。心配はありませんよ、おっかさん。きっと買い物にでも行ったんでしょう。九之助はそう言って、奥美の母親を慰めていた。この母親は、中風を患ったので、寝込むほどではないが、手足がままにならなかった。九之助は奥美に代わって、その年寄りのそばへ、 引けしつぼを持って行ってやったり、水がめを覗いてみて、手桶けで水を組み込んだりしていた。どこへ行ったのだろう。母親を慰めていた九之助も、心の内では気になってたまらなかった。道美の小牧第八が、奥見へどんな心を抱いているかということも、よく知っているだけに、年寄りの心配よりも複雑だった。 道民の者のといえば、町方の下役よりも、風が悪いからな。暗闘を出して、カチカチ火打ちを吸っていると、こたつにいる年寄りは、若旦那、もうそんなことをなさらないでくださいまし。もったいのうございます。おっかさん、そんな気金はいらないことですよ。私はこのうちへ来て、こうして気ままにさせてもらうのが楽しみなんだ。 お宅にいれば、武士屋の若旦那でいらっしゃるのに、なんでまたこんなむさいうちへ来て、そんなに遊ばすのが良いのでございますか私の気持ちは、おくさんが知っていてくれるだろうと思う。実を言えば、私のうちも、母が後添えだし、腹違いの兄弟は多いし、しからうちで楽しいと思ったことはないのだからな。言いかけてふと 奥美さんかと、耳ざとく、台所の方を振り向いた。え、え。元気のない奥見の返事が聞こえた。どうしたんだい買い物に行った途中、下駄の尾が切てしまって。髪の毛も壊して。転んでしまったものですから。どこも怪我はしなかったのか。おっかさんが案じていたぜ。 すみません。わしも今日は大ごまでお仏像を届けに行ったので、夜のが遅くなってしまったのさ。これで安心した。じゃあおっかさん、おいとまいたします。入れ替わりに、すぐ外へ出て。おくみさん、ちょっと。と小声に言って手招きした。こっそりと若い二人が、家の外の暗がりで、 ひそやかに語らっている様子を、中風の年寄りは、こたつの上へ顔を横に乗せ、むしろ楽しむかのように、目を塞いで黙っていた。ええおくさん、何かあったんだろう何か心配事があるんじゃないか顔色が悪いもの。問い詰められると奥くは、急の助の胸へ顔を当ててすすり泣いてしまった。 牛之助さん、私本当に悪かったと思います。何を言っているんだわしはそなたから謝られることなんか何もない。いいえ、あなたがこんなに私を思ってくれるのに、私は、私は。どうしたのさ、おい。本当のことを言うと、今日までは迷っていました。 あなたも親切だけれど、小牧さんも力になる人だと思って。それは当たり前じゃないか。女の大事な別れ道だもの。だけど、もう、もう迷いませんわ、私。九之助さん、勘認してくれます。どう迷わないんだいえ、奥美さん。どうって、わかってるでしょ 濡れた目が、生涯をすがっているように、久之助の心を震わせた。久之助も目を塞いで、けれど、彼女の背にある指先は、情熱におののいて、本当にだね。嬉しい、おくみさん。私も。けれど、俺こそおくみさんにそう言われると、辛いことがある。実はね、話してみたんだよ、うち。 ああ、私のことすると、親父は返事をしてくれないし、それを聞いたと見えて、後添えの母だも、腹違いの弟たちが、何やかや言い出してね。急之助さん、私一生、ここで弓茶屋の女をしていますわ。ね。お家へ入れなくても、二人さえなんならば。待っておくれ。 しばらくの間、一件持つまでの辛抱を。ええいじらしいな。二人の方は、来たとよるとすぐ、物に驚いたように飛び離れた。誰だろう何か店の軒下で、こそりと音がした臆病な急の助は、もう顔色が変わっていた。 すぐ恐怖とうちのことが胸の中で一つの動機になるらしいのである。そっと二人は店の方へ回ってみた。そこに見出したのは薄汚い運水だった。小敷の仲間にも見られないようなやれごろもを着て軒下の暗い地面をうろうろ見回しているのだ。そこらに落ちている 食べ物でも噛み歩いているかのように。二人の足音に、雲水は腰を伸ばして振り返った。まだ老僧というほどではない。全問では若そうと言ってもいい、四十五六の年頃なのである。頬骨が高く、顎も頑丈に張っている顔だった。バラッと生えている髭の中から。 白い歯が笑ったと思うと、あんた、茶店のお娘だの、と言った。奥見は思い出した。昼間の客の中にこの顔があった。忘れ物をしたんじゃがな。もしやあんた、取っておいてくれなかったじゃろうか。その運水は言うのである。奥見がどんなものかと尋ねると、 朝サの大きな財布だという。そして中には、お金で二百両。他に青ゼニや銀酢の混じりで、持つにも重いほどな財布だという。へえ、それは大金でございますね。少し疑わしい気もしたが、坊さんのことだし、撲突な面出しが嘘とも見えない。久之助も一緒になって、暗い地面を見回し始めた。 おくみさん、夕方腰掛けを片付けるとき見えなかったのかいい、いいえ。おくみは、地上を探そうとしなかった。枯れた藤棚から漏れる星明かりが、彼女の顔にだけ青かった。おかしいな、お坊さん。他へ落としたんじゃないんですかわしも、 物覚えは良くないが、それでも今日はここより他で出したことはないのじゃから。でも、落とし物をしたときは、得て変な思い違いをしているものですからね。それとも落としたのはここでも、何しろ今日は投資屋の稽古日でしたから、人に拾われたのかもしれないし。急之助に慰められても、諦めきれないように。 噴水はお組の方へ。お娘、あんた、ご存じなかったかのさあ、あたし。疑うわけではありませんぞ。気を悪くしないでください。ただあれを落としては、二百両下すったお方にも、青銭一文いただいたお方にも、わしがすまんのじゃ。その衆のお気持ちに対して、どうもすまんのじゃよ。 急の助は驚いた顔して。じゃあ何ですか二百両とやらゆうお金も人からもらったお金ですかご覧の通りな運水です。ご飯すらいただいて食べているて、自分の汗で働いたお金などは一銭も入ってはおりません。それゆえに、あたら無益な人の手に渡って、あれが意味なく使われては、下した人たちへ申し訳がないのでおざる。 二百両なんてそんなお金は一人の人がくれたのじゃないでしょう。いいえ、ただお一人のお方なのじゃ。つい昨日のこと、わしがいつものように辻へ立ち、自分が年来の対岸としている仕事のことを、往来の州へ解いて行かせ、一死半戦でもご気品に疲れてほしいと、一生懸命になって言うておるとな。誰やら、 わしが、後ろへ置いてあった傘の中へ、渋上へ無造作にくるんだものを放り入れていったものがある。それがそのお金だったのですか。握り飯でもあろうかと思うていたのじゃ。ところが、思いがけない金じゃったので、あたりの人に尋ねたが、誰も知らぬ。でも、一言お礼を言いたいがと思い、後を追ってやっと探し当てた。 どうせ、えらいお金持ちでございましたろうな。何の、年頃五十ほどの甘さんじゃ。わしも意外に思った。どうして甘などの身で、このようなお金を無造作に、わしの仕事へ投げ与えたかと疑って、すると甘は、身の素性も、今の住まいも言うのを嫌って、ただこれだけのことを答えて、足早に去ってしまった。 牛の助もおくみも、うんすいの話の力にとらわれてしまったように、じっと聞き入っていた。まが言うには、まという貧しい身ではあるなれと、二十一年の間、暮らしを質素に包み、糸くず一筋にまで心を留めてきましたことゆえ、いつか二百両という金にまとまりました。けれど、もうてみれば、自分はただ、 つましく世を送ってきたというだけで、世の中へ何を報いてきたかと考えると、何もしてこなかったのがわかって、誠に恥ずかしさに耐えないでいたところ、折から、ごぼの太蔵卿開墾という大きなお仕事の願望があるのを伺って、自分でできなかった世の中への報恩を、せめて、あなたの仕事を通して、少しでもお手伝いさせていただこうと思って、 いたしたことにすぎません。名も聞かないでください。ところも聞かないでください。ごぼうもまさか、己の名を世に挙げるためにしているお仕事ではございますまい。こうわしの方が一本やられたので、わしはその甘さんの後ろ姿を拝んでいるほかなかった。言い終わるとうるすいはまた、自責に耐えないように。 困ったのう。あの甘さんの尊い心を落としてしまった。今他の一門半戦にせよ。皆おろそかにできぬ人様のもの。一門でもわしの金ではない。わしは預けられている身だ。それを。と問い気をついた。急の助はいよいよ同情して。なるほど。それではご自分の金をなくしたよりも鶴うございますな。 辛い。辛い。なんとも辛いぞ。泣き出しそうにつぶやきながら、雲水はここに諦めをつけても、まだ夜明かし探すつもりであろう。克明に地面を目でたどりながら、だんだん軒先を離れていった。ひ之助も帰りを忘れて、雲水と同じようにかがんで歩きながら、お坊さん。 一体あなたのお仕事だとおっしゃった大蔵卿火犯というのはどんなお仕事なのですかそれは思い立ってからもう十年のようにもなるのじゃ一口では話しきれぬこんな時でない時に話そうよふと急之助だけがその時かすかな声を耳に留めた怪しみながら 足を戻して、茶店の軒下を見つめたのである。奥くが、そこに泣き崩れていた。あんなに運んの探していた財布を、奥美は懐に持っていた。それを見せられた急之助は、今までの奥見を見失ったように、呆然として、浅ましい顔をした。だが、それから、 泣く泣く言う奥見の気持ちを聞くと、久之助はまた、以前の奥見を見るよりも、一層強い情熱と、愛しさにとらわれてしまった。夕方、道美の小牧大八から金を無心された時、奥見はあいにく、大八にその財布を見つけられてしまい、大八からこう言われたのだった。その金は俺が拾ったことにして、 俺が、落とし主へ戻してやろう。けれど、おくみは、そんなことはできないと言って断った。抜かりのない第八は、じゃあ、その金とは限らないから、武士屋の九之助に話して工面してくれるか、と迫り直してくる。何しろ、お見は怖かった。金のおのの木ばかりでなく、女の体が危険を告げていた。 ええ。どうですかわかりませんが、急之助に話だけはしてみます。送ってやるというのを、振り切って逃げてきたのである。しかし、彼に与えた自分の言葉は、きっと証文のようになって、離婚を迫ってくるに違いない。もししてやらなければ、この連芸王院の地内で、商売して行けなくなるだろうし。 その仇はまた、久の助の方へ、立たっていかないとも言えない。どうしよう。当惑して家へ帰ってきたところなのだ。久の助のうちの事情など聞くと、余計にそんなことは話せなかった。そこへ落とし主が来た。落とし主の姿を見るまでは、お組は空想にも、懐の財布のものを、 どうこうしようなどとは考えていなかったが、今の運水から、お娘、あんた、ここらでそんなものを見なかったかのそう聞かれたとき、どうしたはずみだろうか。はずみと言ってはおかしいが、そういう以外に適当な言葉のないほど迅速な、そして複雑な心の動きが思わず、い,いえ、そのようなものは、私ちっとも、 見たこともないように彼女の顔を横に振らせてしまったのである。雲水が地面を探していると、奥見は自分の胸を覗かれている気がした。痛いように動機が打つ。けれど、ここさえ目をつぶってしまえば、そしてこれきりあの道民の第八が二度と無理を言わないようになれば。九之助さん。 二人がこれで助かると思って、私、悪いことは十分知っていましたけれど、じっと、じっと両親を締め殺していたんです。だけど、あのお坊さんの言っていることや、真心から嘆いている様子を見たら、私はもう、持っていられなくなってしまった。お坊さんの話した甘さんのことを考えても、すまないと思って、 おくはそう言って、汚い朝の財布を前に投げ出して泣き入るのだった。おーいお坊さん牛の助は重い財布を懐に押さえながら真っ暗な闇へ読んだ。もう、雲水の影は見当たらない。彼はまた駆け出して、お坊さん 祇園林のあたりまで来て、さらに大きな声で四方へ呼んでみた。おーい雲水さんすると、おーいと、小玉のように答えがした。しばらく経って足音が近づいてきた。急の助が財布を出して、あなたが行ってしまってから後で、何気なく横のゴミ捨て場を見たら、 そこの落ち葉の中にこれがあった。これじゃありませんか。嘘を言わないわけにいかなかった。しかし、雲水は喜んで、目に涙を浮かべないばかりだった。これを、見仏けの光というものである。決して私のものではないが、私からこの通りにお礼を言う。と言って、頭を出して、 急之助の姿へ来拝をした。嘘を言って渡した急之助は逃げるように戻ってきた。奥美は家のそばへを離れて心配そうに木陰に立って待っていた。喜んだぞお前急之助はウーシ水の喜び方へ自分の感激も加えて話した。いいことをした。本当にいいことをしたよ。 もしあのままお前が黙っていたら、二人は行く末いいことにはならなかったろう。わしだってお前が嫌いになったかもしれないからな。牛之助さん、私をそんな心の女と思わないでください。ね。ね。わかっている。お前がそれまで二人の行く末に苦労していたかと思うと、わしはいっそうお前が愛しくなった。 いいよ。心配しないがいい。少しわしにもお考えがあるから、二百両なんてできないかもしれないけれど、金で済むことだ。できるだけのことをして、大八から一冊取ってしまうよ。でも、そんな大金を。何お前は心配しないがいい。その代わりそうした後は、もう大八がお前へ、指も刺さないようにしなければならない。 何日ということは、急之助も言い切らなかったが、ひどく興奮した様子で、別れ際にも、奥くの唇に痛い情熱を残して、急に遅くなった時刻をつぶやきながら帰っていった。ぶらりと将棋へ寄ると、奥く茶飲み茶碗でそっと冷やを一杯くれないか。これが第八のいつもの癖だった。 それを飲んでしまうと、お前の袋は俺が嫌いらしい。清之助お前をやりたがっているのが目に見えている。だからわざとこの頃は顔を見せないことにしているが、小牧大八もそんな捨てた男じゃないと言うがいい。よろしく言ってくれ。そんな嫌みを言って帰ってしまう。不思議に金のことは、あれ以後何も言わないのだった。 けれど、急之助は、いや、どうしても、あの金だけはくれてやる。その方が、後腐れがないというものだ。と、口癖に言っていた。けれど、口癖にそれを聞くほど、なかなか金はできない様子だった。ただ彼の姿は、振ってもてっても、必ずここの奥へ来ているか、店先で立ち話をして帰るか、とにかく、 一日でも来ない日はない。台橋というものを強く意識してからは、その足数も前より茂くなって、朝に見え、昼に見え、また晩にも来るような日があった。そうなると奥美はまた、この人、こんなことばかりしていて、うちの方はいいのかしら、と、彼の商売や、うちの収まりを案じてみたり、 ひいては二人の理想にまで不安を感じたりして、恋が面白くなくなってくる。今のお組というものは、とにかく弱い母親を抱え、細い腕で働いているのである。朝から晩まで働いている彼女の気持ちには、顔を見せると、ただ優しいことばかり言ったり、 中風の母親のいるこたつ布団の中へ入って、昼間から年寄りと話を合わせている久之助の姿が、時々じれったくって、なんだか本当の男というものでないような気持ちさえ持たされてしまう。店の忙しさに目の回る思いをして、冬日の昼も汗ばんでいるようなところへ来て、この頃も大八は来るかい などと、人前もなく囁かれたりすると、奥くはつい、ええ、よく来てくださるわ、と、気持ちにもないことを、存在に言ってしまうようなこともあった。今に金をこしらえたら、と、言い訳のように言う言葉も、奥くは聞き合いた。そのことでいつかも、あんな金のことなら、 小牧さんはもう忘れたような顔しているから、こしらえるに及びませんよ。あの人って本当に、さっぱりしているような、腹の深いような、なんだかわからないところがある人なんだから。そうおくみが言うと、牛の助は耳たぶを少し赤くして、いやいけない。あの大八眼を忘れてなんかいるものか。あの金だけはどんなことしたって、わしが作る。 その代わりも、お前とお口も聞いてもらいたくないものだ。と、母親には、二人とも内緒にしている約束なのに、その母親のいるところで、ひどく力を入れていった。いやあ、ひどいことだ。今日ばかりは、俺たち動脈の者も、みんなヘトヘトだ。豪快な笑い顔を汗に光らせて、 小牧大八は、奥見の将棋へ、息抜きに抜けてきた。十二月の押し迫った日で、それも今はもう、夜中の牛時を過ぎている。しかし、三十三元堂を中心に、蓮華王院の境内は、松巻の飾りと、無数の高張りと、古城鎮と、祖国古の焚き火と、百目ろうそくと、あらゆる加工をもって、 明々と彩られていた。人は充満していた。その群衆は竹の柵で、二つの波に区別されて動いている。野来の中には、この朝のむつ時から、明くる朝のむつ時まで、正味二十四時間の大屋数を移動す、奇受けのいて、わさ大八郎という若者が、絶え間なく矢ずを鳴らしているのである。 一社の空気が鳴るごとに、芝材の者が彩を振って、当たりとか外れとかの怒り声を、的場から戻してくる。やびろいの者、町前の者、刑事の者、一人の居てに対して、無数の人員が働いていた。二三年前には、美州家の保守の関西門という者が、十二国に、 一万五百四十二社を放って、投資や八千の記録を上げているのである。その記録を破ると名乗って、今年経ったのは、奇襲家の和佐大八郎で、もう今朝から居続けて、一万世の前の記録に近づこうとしつつある。わあああわあという群衆の声が、時々どよめいてきて、 東山が大きな小玉に包まれる。戦車ごとに、投資は何本、それや何本、と板へ書いた掲示が、三十三元堂の円の上から打ち振られて、それが、野来の外の群衆までを、興奮の嵐に巻き込むからであった。正面をつけながら弁当を食ったはいいが、水も飲めやせん。まだ夜明けまで、 この体を持たせなければならんから、ちょっと同役に代わってもらって抜けてきたんだ。おくみ、水を一杯くれないか、水を。水でいいんですかおくみも、興奮に包まれている一人だった。あるか、いつものが。取っておいたんですよ。きっとあなたが来やしないかと思って。ありがたい。 冷やならばなお結構。二号も入るかと思う茶碗のそれを一息に飲んで。うまかったと真っ白な息を吐く。奥美は自分の胸も一緒に下がるように見ていた。おやお前、いつの間にか仕立ててきているな。俺が買ってやった着物じゃ気に入るまいと思っていたが。お礼も言わないで。 礼などを着てもらえればそれで嬉しい。そうだ、奥美。俺が店を見ていてやるから、ちょっと見物してきたらどうだ。まず、前代未聞と言っていい。紀州家の今度の居手は、まだわずか19歳だという。何しろ見事なものだ。行って来い、ちょっと。私も朝から、ちょっとでも拝見させていただきたいと思っていたんですけれど。 西の偉い口から入れ。あそこに同役の倉島がおるから。じゃあ、ちょっと行ってこようかしら。奥見は、奥に気兼ねしているらしかったが、すさまじい寒光と、そこの露棒みたいな火の色に引っ込まれるように、ついと小走りにかけて行った。奥見は人をかき分けて、前へ出て行った。それが侍であろうが、 貴人であろうが考えていられなかった。伊手のわ大八郎という人が見えた。目のちばした顔をさかっている奇州藩の佐敷も見えた。美襲家の幕も、苦行たちのいる席も、役人の場所も、よくやると言って泣いているものすらある。それが侍なのだ。人々が観光をあげると、 おくも一緒になって観光をあげていた。弓じゃえのおくも声援に来ているぞと目まぜに言って、侍たちの目がしきりと彼女の方に注がれていたのも知らない。おくの目にはただ、無数の男性の顔だけが映っていた。今度の弓の手がどうとか、やうなりの吉祥とか、そんな感覚はないのである。 ただ彼女の瞳は男性の顔で充実していた。どれ一つとしてこの中に男性らしくない顔はなかった。あ、あんまり遅くなっては。気がついたときはもう東山のお城の空が夜明けに近づいたことを告げてほんのりしらみかけていた。慌てて茶屋へ戻ってきた。 小牧さんは店には誰もいなかった。あまり遅くなったので、大八は役目の場所へ帰ったに違いない、と思いながら。九之助さんはまだいるの奥を覗くと、中風の母親は横になっていたが、九之助は、消えかけている暗闘のそばに座って、こたつの中へ、 憂鬱そうに手を差し入れていた。まだいたけれど、もう帰るよ。誰も、帰ると言いやしませんのに。投資屋を見に行くと、無事を出てきたのだし、もう、夜も明けたからね。そうですか。こんな時でもなければ、お前と昼から明日の朝まで一緒にいるりはないと思って、楽しみにしてきたんだが、 とうとうお前と口一つ聞かないでしまったな。無理でしょ、そんなことを言っても、昨日からの忙しさを見ているじゃありませんか。おくみ。元気なく草量を履いて、軒先へ出てから振り向いて、急の助が言った。何です二三十ちに、俺はきっとあれをこしらえてくるぞ。あれって金を。 急之助は何か決心したように、そう言って帰って行った。連ン王院の広間では、百名ろうそくの食台がぐらぐら動いていた。行こう、おい。寺で酒を飲んだって真からよいやせん。六条柳町とのして行こう。馬鹿酔っとるじゃないか。嫌ならよせ。 おい、そっちの親友。立てよ、立てよ。行くのかどうしても。小牧、貴様も来い。はははは。嫌な奴だな。もう思い出して笑っていやがる。危ない。足元に目をつけんか。調子を履いて歩いてっいか。残り酒ぐらい、畳へも振る舞って使わせ。ここの畳などは、 渋茶の味より他は知るまえ。十四五人の道民の者が、飲んでの挙句がこうなったのである。望み通り、紀州家の記録を破って、家中から投資や天下一の名誉の者を出した紀州から、長前芝材、刑事、痩せ輪の役などを務めた自社奉行配下の道民たちへ、主公と金一風が出たので、 それがこの始末となったわけ。首と首と手と手と絡み合って、酔っ払いどもが三門を出て行くと、小牧さん、小牧さんちょっと。伴奏が後ろから呼びかけてきて、彼を捕らえて何か囁いていた。おい小牧、何しとるか。すると、石段の下で同僚がわめき出した。 大八はそこから。酒行け。後から行くから。いや、待ってる。逃げようとてそば行かんぞ。大八は下打ちしながら伴奏へ向かって。どこへ来ているのだその奥みは西門の古玄関へ来て立っております。何か折り行って、あなたにお目にかかりたいのだと申して。りの悪い時に。 と考えて急に懐へ手を突っ込み伴奏の手へ金を握らせながら耳へ口を寄せたすまないがどこか離れたところに空いている間はないかそこへお組を待たせておいてもらいたいがそしてあなたは酔っ払いどもを巻いてすぐに帰ってくるじゃあ西門からお入りになってください そして、渡り廊下の外れにある離れ、奥美さんを待たせておきますから。部屋違いするととんでもないことになるが。渡り廊下の先は二間しかありません。夜は廊下の上口も閉まっていますから、お間違いになるはずはありませんが、念のため、縁の塔を二寸ほど透かしておきましょう。じゃあ頼む。と小牧第八は、 また何か怒鳴っている友達へ答えながら、石段を駆け下りていった。日よけを一つ与えられた霧である。その日よけの縁が氷のように冷たいし、乏しい炭火では白い灰もぬくもりそうにもない。奥見は、北条安どという背骨の大きな明かりのそばから、 遠く離れて座っていた。二十畳もある部屋だった。白の禿げているエブスマの隣の寒さまでがしんしんとわかる。自分の白い息を見ながら、そして瞳をうつろにして、今夜きりで自分の身も決まるのだ、と思う。よく考えてみると、 ここへ座るまでは、まだ二つの道に迷っている自分であった。牛の助さんは男らしくないし、男らしい気のするあの人は腹がわからないし、とそんな風に。だが、その男らしくないと思っていた牛の助が、急に積極的になって、今夜は自分が戻るのを、 いつものこたつで自分の母親と二人して待っているのだ。やはり久之助にはじれったような柔軟と世間に弱いところもあるが、自分に対しては真実なのだ。真実へ身を任せよう。後でどう暮らしに困っても、それがしまいには、女の一番幸せになるかもしれない。 そうも思い、また。小牧さんにだって、真実のないことはない。男らしい男というものは、心の内で思っても、それを、上辺に出さないものだとよく言うから。なおまだ、ここへ座っている時が、長ければ長いほど、奥美の心には、内へ捨ててきた考えが、また横糸になって折れてくる。 誰かいつか店の将棋で話していたことがある。そうだ。弓を言いに来た若いお武家たちだった。女というものはどんな夫を持ったがいいか自分で見分けのつかないめくらだと。そしてまたこんなことも言った。女なんて国もつかないものだ。 何でも自分の目耳にわかるような愛慮を示してやれば喜んでいる。だから男を見損なうのだ。本当の男というものは、そんな具にもつかない女の相手に日を暮らしてはいない。女のそばにいて恋を語っていれば、その間だけが女に与えてやっている時間だ。一歩世の中へ出れば、 たった今会ってきた女のことなども頭の隅へ押し付けてしまうか頭の中から放り出してしまって完全と仕事に当たっていくのは本当の男というものなのだそれが純粋の男の性格というものなのだ男が心も体も全て燃やしてしまうものは色恋なんかじゃない仕事だ 世を動かす。松代まで残るような仕事だ。例えば、三十三元堂に天下一の額を掲げて、死後まで我ここにありということを残していくことだって、色恋以上になるじゃないか。色恋なんて、男は片手でするのももったいない。小指の先でしていると思えばいいんだ。などと。 奥見は、そこにも何か、本当のことがあるような気がするのだった。そういう考えの湧いた時、急の助のことを思い出すと、何かしらもう、行く末までわかりきっているような気がして、自分の若さを弔われているような気持ちに沈んでしまう。寒いなあ、ここは。いきなり後ろで、 不遠慮な声が聞こえた。遠を開けた牢に、奥には入ってくるもの,の足音にさえ気がつかないでいたらしい。はっと胸が急に詰まって、まあ。意味のない返事をしながら、日よけのそばを少し離れた。第八の体に持っている酒の匂いが、この部屋のひんやりした、 真っ向の空気をにわかにかき乱している。大きな刀を大将とも後ろへ置き、寂しかったろう。日よけを奥身の膝へ押してきて、すぐ打ち解けてくる。ええ、ずいぶん静かですことね。お寺の夜というものは、誰も来ない部屋だそうだ。 タバコ入れを出して吸い付けながら、第八はいきなり言った。お見、お前の来た用事を当ててみようか。実はあの、まあ待て、俺が先に言おう。牛の助が金をこしらえてきたんだろう。それを俺に渡して、借用証もはいらない代わりに、以後、お見には一切構ってくれるなという、 一冊をもらって来いと言われてきたろう。お前のお袋は、急之助へ手を合わさないばかりにして、この子の育成を頼みますと言ったに違いない。ははは待ってるのか、急之助は。お前のうちに。お組は、骨節が震えてきた。そのくせ顔は熱くなって、どう答えていいかわからない。 小牧さん、あなたどうしてそんなことまで知っているんですかわかるさ。祇園の神楽らもんお前を呼び出して、し味よくお前に突っぱねられた晩からのことじゃないか。あの晩のことだけ闇に立って聞いていても、それくらいな成り行きは見当がつく。ところで、いくら思ってきたのかあなたの言ったより少ないから。私、 どう言われるか知れないと断ってきましたけれど、急之助さんがとにかく一生懸命で、八十両だけこしらえてきてくれたのでございます。小牧さん、私をかわいそうだと思って、これだけで、もう何も文句のないことにしてくださいませんか。いらねえ。えいらねえよ、そんなものあの時は一時くめに困ったが、 俺は、500人こそしているが、そう年中ピーピーしているような男じゃない。それに、借りてくれと言った覚えはあるが、金をくれとせびった覚えは、俺にはないぞ。見下げるな怒ったんですか、小牧さん。そんな、悪気で持ってきたわけではありません。ただこれから先も、長いこと、お世話にならなければ。 ここで商売はしていけませんから。じゃあ、賄賂か。賄賂なら、もちっと、和訳へお供えするのが本筋だ。道民のものなんぞは、たまたま安だけでも飲ましてやれば、たわいなく喜んでしまう。八十条なんていう金を、どういうわけでこの俺に、急の助が持って横刺したか。しかもあの気の小さな急の助が。そう言っては、 根も葉もないじゃありませんか。何にも言わずに、収めておいてください。のす助さんもこれを作るには、どんなに長い枝かかったか知れないんですから。お前がそれほどに頼むなら、よし、取っておいてやろう。じゃあ、受け取ってくださいますか。うん。だが待て。帯の間から。 おくみが金を出しかけるのをこう止めて。もらっておいてやるが、その金はお前が持っているがいい。でもそれでは。いいじゃねえか。どうせ二人で使う金だ。え八十両あれば江戸へ出て、当座の忍びと、一商売のもとにはなる。奥見、おめえにもこれからは、 もちっと面白い世の中の味を教えてやろうぜ。何をびっくりしているんだ。おい、その明かりを消してしまえ。私、私も。帰るか。奥美は動けなかった。第八はそばへ寄ってきた。手が触れてくるまで奥美はすくんでいたが、明かりの消された途端に、 彼女の犯行は必死になった。けれどその力は、いたずらに自分を熱してしまうに過ぎない。悔しさに、第八の顔と言わず、自分の肌と言わずかきむしって、嵐の中で明かりを求めるように、理性を呼び続けたが、ここへ来たことが、奥組の過護であった。 春の雪といっては、感じが違うほどな降り方であった。松が取れたばかりの一月の町を、雪は横殴りになって降る。東山も北山も、ただ、鴨川だけが青かったが、それも水脈だけで、河原は白い、橋も白い。 熊までが真っ白になって、雪の工事にひな泣いていた。死ぬと覚悟した者が、なんで町へ食べ物を漁りに来たのだ。もしうちの者か、死人に見つけられたら、良い恥かき。ああ、どうしてわしは馬鹿だろう。急之助はぼんやり、鴨の岸に立った。 かぶっているコモは凍っているので突っ張っていた。伸びた髭にも眉にも雪がたかる。もっともっと、この雪が降らないものかと彼は思う。こうして歩いているまま、雪の中に埋まってしまいたいと思う。氷の底は、青々といつもの水が流れている。 死ねないこともないな。どんな物性も、彼の瞳には今、死の手段に使うことの他には見られなかった。その癖も、十いく日も、死の角口にうろうろしていた。今夜こそ、と決めてかかった晩でも、その瞬間に、針ほどな未練でもひらめくと、もう、 気が鈍ってしまうのである。奥見のこと、父のこと、縁者の誰彼のこと、常には思い出しもしない幼な友達のことまでが未練の端になってくるし、複雑でただいとわしかったうちの腹違いまでが懐かしいし、そこの夕げの日などを思うと、奥々として 我が家の味噌汁の匂いまでが空想される。だが、後のうちもそれどころではないだろうとまた思いやられてくる。暮れに迫った金を八十両も持ち出したのである。それも外の金まで集めてだった。どんなに彼の父は驚いたろう。 一夜で白髪になっているかもしれない。また、あの後添えの母や腹違いたちは、口を極めて自分を罵しているだろう。いや、縁者も得意先も、近所の者も,も。と考えてくると、急の助は狂わしくなって、足が一人でに駆け出したくなった。持って行ってくれメイドの鬼 わしを無限へ突き落としてくれ小牧大橋と奥見を恨んである勇気すら枯れていた。この正月には、もうあそこの境内に弓矢屋は一軒減っていた。道見の大橋と弓矢屋の奥組が駆け落ちしたという評判も、暮れの三十三元堂の噂よりも、 あの界隈では取り沙汰されている。奥美の母親は当園の者へ引き取られていって、九之助に対してはただ泣いてわびることのほかはなかった。九之助が得たものは結局中風の年寄りの涙しかなかった。死にたい死にたい 何も欲くはないから、死ねる勇気が欲しい。急の助は川に沿って歩いていた。こうしている間にも、ふとその勇気が出ようかと思って。大雪だ。ほとんど人は歩いていない。白い夜。と言っても良い天地である。こんな日に死ななければ。 いよいよ死ぬ日はないような気がする。そうだ。あの橋から。深いところを、急之助は何度も覗いて知っている。そこは三条大橋。その大橋のたもとまで彼の来た時である。急之助はふと足を止めた。自分の前に立っている。 柳の切り株かと思われるようなものが、二三尺横へ動いたからだった。おや、人間だ。そう驚くほどその人間は、雪とけじめがつかないのみならず、じっと強情な姿勢を持って、吹き殴ってくる風雪にも、まるで無感覚な様子なのである。今、 横へ少し動いたのは、足元を埋めてくる雪があまり高くなったためらしい。後ろからではよくわからないが、頭は頭巾で巻いており、黒い衣を置き、鉄鋼毛板に図田袋をかけていて、前家の運水であることだけは間違いない。はてな。九之助は小首をかしげた。 そうだ、いつか弓じゃえ、落とした財布を探しに来た、あの運水。そう思い出すと彼は、今自分の持っている世の中の範囲で、たった一人の地域に巡り合ったような、懐かしさを覚えた。東山や市中や北山や、この都会に数限りなくそびえている道東仏者も、 彼には無縁なものに過ぎなかった。黄金のブッダも他人の冷たい顔と変わらなかった。けれど今、雪の中に埋まって立っている見すぼらしい舎門の姿を見出すと、そのやれ衣の下には何かしら自分の歌を聞いてくれそうな温かい血があるように思われたのである。 この人に聞いてみよう。死ぬ道を。牛の助は、ブルブル体が震えてきた。それは、喜びとも何ともつかない、不思議な歓喜であった。いや、仏の道は、生死の血量とやらを教えてくれるものだという。死ぬ道も聞きたいが、あるいはわしのようなものにも、 生きる道を悟してくださるかもしれない。こういう考えがひらめくと、天地の雪がすべて光った。急の助は、雲水のそばへ寄りかけた。するとその時、雲水も急に駆け出していた。さっきからそのまま、投資しているのではないかと思われるほど、じっと動かずにいた雲水の足元から、 真っ白な粉雪が立つと、姿も風雪にさらわれていくかのように。お武家様しばし、しばしの間、お待ちくださいませ手を上げつつ、彼方へ走っていくのであった。急の助はポカンとした目を向け変えた。見るとその時、一頭の駒が吹雪をついて、 三条大橋の橋口まで来ていた。駒の上には、金門の陣笠をうつ伏せに見せた侍がまたがっていたが、突然力のこもった大声で呼びかけられたので、思わず駒足を制したのであろう。振り返りざま、何かと、尋を詰めて鋭く言った。雪の中に手をすいて、 運水は馬上の侍へ嘆願していた。これは、大蔵卿海藩の西願を立て、その資金還元のため、大方の諸州にすがって、一子半仙の行骨を保て歩く一持門にござります。御用橋あってお通りの途上、おとめ申して従々を恐れ入りますが、何卒、いかほどなりとも、御記者賜りませ。御記者賜りませ。 なんじゃと武士はもっとしたように、神傘の影か,から眠せ。大蔵卿がどうしたというのか。この雪中に武士の駒を止めて、おしぶとい物語め、乗きおろうお腹立ちでございましたら、ご勘弁くださいませ。実申しますと、先頃から少し風に犯され、今日は今年になって初めて、 歓迎に出たのでおざる。本年第一日の行骨。哀れ、大行の新年第一歩に、幸あれかしと念じながら、朝より路傍に立っておりましたが、いかんせん、この風雪にて、通る人も稀なり。時折に行く人あるかと思えば皆、世相のとくことなどには耳をも浮かさず、また、その余裕もない、 稼ぎ人ばかりでござる。折から、五馬上のお姿を拝し、これなん、仏縁の人、新年第一番のご火力を賜らんものと、あえておすがり申し上げる次第でござる。お願い申しまする。お袖の端、半ン,ンの汽車なりとも、殴るぞ武士は、鞭を振り上げて怒った。 この坊主めがそれがしを今年の袖越えの辻裏のように抜かしおる。この寒さに、いや、この忙しい世の中に、長々と路傍の泣き言まで聞いておられぬ。どけずるぞあっ踊る日詰めの雪を浴びながら、風水は駒の横へ迫って、武家の碧みに姿。新しい年の初めに、 良き人の慈悲が欲しいのでござる。お慈悲を強いるも、いなものにござりますが、あなた様が、今年の一番初めにおすがり申すお方、あなた様のお慈悲は、私の今年の働きに、大きな勇気を与えてくださるものでございます。うるさい、うるさいここで私がくじけては、今年の還元の新年に、少しなりとも、 弱い心を抱くかもしれません。そんなことでは、太蔵教開犯というような大業を成就することは、所詮、おぼつかないのでござります。ご迷惑様ながら、以上のような信念を持って、私は、お叱りを受けても、あなた様の母大心にお訴えいたしまする。ご記者を賜りません。くれてやる。ぴゅっと無が下った。 雲水は、どこかを打ち据えられたと見え、雪の中へ仰向けざまに転がった。もちろん牙の武家は、途端に小回しを早めて、山上大橋へ向かって、見向きもせず飛ばせていたのである。猛然と雲水は跳ね起きた。起きるとともに、お武家様お侍様しばらくしばらく雪を蹴って、 追いかけていくのだった。横ざまに吹く幅の広い川風は、そのしゃがれた声と姿と殴るように打って、もうもうと目もかすむような白馬の天地を描いている。急之助もその一風に巻き込まれながら、ああ追いかけていった不思議なお坊さんだ自分の金でもないものを、 いつかの晩も行っていたのに、それを、あんなにも一心になって。ひょろひょろしている彼の体は、激しい雪と風圧に背中から押されて、大橋の上を、うつつによろけていった。そうだあの坊さんより他に、わしの行く道を聞く人はないあの人を見失ってはならない 九之助の目にたった一つのあるものがこの時見えた。それが何であるかは彼にもわからないのであるが、体中の血潮の流れは彼の血管の中でセ那ナに向きを変えていた。そして一瞬前の九之助とは人間が違ったような勢いで彼もまた牙の人を追っていく ウンの後ろから、ウンと同じような勇気を起こして、追っていった。五町、十町、十五町、二十町。牙の影は止まらない。毛上げの坂あたりで、一度ウンは追いついたが、無礼者一口のもとに、ウンの姿は、大きな一個のように大地へまろび、 コマの歪めから捨てられていた。それでも運水は、くしる景色もなかった。なおもしゃがれた声を励まして、さっき述べた意味の言葉を、切せ々せに叫び続けて追いしたった。大津の町へかかった。町の者たちは、気違い気違いと、目をそば立てた。 その吉街について走っていく久之助も、また吉街としか見なかったに違いない。武家は、ゼゼの藩士であったと見える。大津外れの屋敷町へかかると、ほどなく高層な門前で駒を止めた。まさか、と思う、武家の頭になかった運水が、とっさに、 門内へ入りかけた武家の足元へ、身を投げて両手をついたので、あまだと呆れたような表をして、そしてすぐ、前にも勝る土器を含んでのしった。終年深いマイスめこれ以上付きまとうと、容赦せんぞご無理もございませうんす水は動かなかった。 大蔵教会発の資金を歓迎するため、諸国の路膨に立ちましてから、早十年にも至りますが、かようにまでご迷惑なおそがりをいたしたことはございません。けれど、宣告も申し上げたように、今日こそは、本年の第一番のご寄進に合う日ぞ。この大行に、ブダの加護もありたまは、哀れ良き人に合わせたまわれと、 心に念じてあるところへ、あなた様のご通過だったのでござりまする。いわば、あなた様こそ、ブッダが今年の第一番に、私へ引き合わせてくだされたお人でござる。そのお人にして、全く未人の仏心なく、世に対しての菩提もなく、石に等しいお方ならば、やむを得ないと思うほかございません。 けれど万が一にも、叩けば響くお心のともあって、少しなりともよう液し、末代の人の幸に、現世の一門半戦のついえでも裂いてやろうという、お心しのあるお方であったときは、今日、あなたを引き合わせて賜われた、ブッダの見試しに対して、私は、この対応をなす資格のないものでござりまする。あえて、 存在のうちから、何がしを下されなどと、高を申し上げるわけでもありません。一文半戦でもよろしいのであります。また、金銭のご記者を置いといなれば、一畳の半士、燃え差しのろうそくのおかけ、お雑巾に下げるボロなりとも、ありがたいのでござります。しつこいようでござりまするが、松代大,大衆の、 心の文化の上に、ご記者のボロも光となり、ろうそくの賭けも、格々と行のある限り、役立つのでござりまする。うんすぎの瞳は、武家の心を動かした。うんすぎの雄弁な言葉は、ただ雄弁に過ぎないものの言葉とは、全く違った力を持っていた。失礼いたした。 突然武家はこう言って、自分の呆然としていた態度を改めた。何やら少し、ごぼうの言うことが分かってきた心地がする。寒さをしのいで、一刻も早く、我が家に心のせいていた途中とて、前言の無礼は許され。何の私こそ、事故の石にのみ走って、ご迷惑を帰りず、 狂気沙汰とお示されても、ご無理ではございません。してお恥ずかしいが、それがしには知識を書くが、ごぼの言われる大蔵経改版とは、一体どういうもので、またどういう聖願なのであるか。大蔵経は名のごとく、仏教の大奏書でござりまして、数千巻にも上る大部なもの。品では、 宋の時代に反抗され、シャム・チベット、朝鮮国などでも企てられましたが、皆はその国の政府の力を持ってなされ、民間の視力ではとてもできないほどなものでござります。うん、なるほど。我が日本国でも、仏教と来以後、相反太蔵教の将来があり、写本も行われ、 一部の名刹の彦には収められましたが、その出版は行われず、堀川天皇の行と鎌倉の世の頃、計画はありましたものの、いずれも成功を見なかったような次第でありました。うん。くだって、官営から慶安にわたる約二十年間にかけて、将軍家の死力と、 天海総長の特例によりまして、国政せられましたのが、世に言う歓迎地版大蔵橋でございますが、それとてわずか三十像蔵も印刷したのみで、各々名山の宝刀深く秘蔵されてしまい、民間の者がこれを閲覧いたそうとしても、望み得ないことになっております。ああ、そういうものか。 それでほぼ分かった。もう少し、お聞きください。私の発言までを。王を聞きたい。聞かせてくだされ。主上狂言の役目を遂げるこそ、仏者の使命と存じます。主上の文化の進むとともに、お辱は世に渦巻き、人間の苦害はいよいよ苦害となってまいりますのに。 仏教はただ高き山に、ガラン同等の林間の美を見せているばかりで、少しも苦害お辱の中に役立っては参りません。例えば、大蔵教のごときも、千年でも五百年でも、ただ宝刀の暗闇の中に、蝕ませてあるというありさま。水の表には、現在の仏教に飽き足らないでいる。 興奮がみなぎって見えた。彼は自分の肉体が雪の上にあることも忘れ果てて語った。仏教は山の上で静止しているものでないということだった。激しい動きと流れにある地上の文化に民衆の心の上に自因の光は差していないという嘆きだった。 太蔵経を暗黒に置くな。暗黒の中に置く太蔵経は始蔵経と言ってもいい。あの膨大な文字を民間に持たしたら、それだけ民間の文化に益するものを。こう彼が叫び、叫ぶばかりでなく実行に着手したのは、漢文初年で太蔵経開藩下縁門というものを書いて世間へ発表した。 彼は笑われた。呪文の者はなおこぞって、無謀な体毛、だと言った。けれど、彼にも励ましてくれるものがあった。それは、彼の指示してきた、宇治の大爆さんの階層インゲン禅師だった。インゲンは、自分が日本へ渡ってくる折、故郷の民国から携えてきた、 法冊大造教を原本として彼に与え、また大爆山の地内に一蔵を建てて、そこを半記蔵として提供してくれた。それに力を得て彼は、京都付近に藩を起こす印刷の工房を持った。そして、自分の弟子の宝州という者と女空という者の,の二人に、 その方の仕事は任せ、自身はこの大仕事の資金を得るために、諸国の公団に立ったり、街道に立ったり、家々の門に立ったりして、もう十年に近い歳月を戦い通してきたのである。彼とは、ここまで仮に、ただ運水と呼んできたその人は、非後熊本の生まれで、 木案などについて全導を極め、富士大爆んの拘束と今では仰がれている、鉄源禅師のことなのである。久之助は二晩の間、犬のように屋敷の周りをさまよって、そこの門内へ、主の武家に伴われて入ったきり出てこない、鉄源禅師の姿が見えるのを根気よく待っていた。 雪のあの日、久之助は塀の陰で、鉄源の話を終わりまで聞いていた。いつの間にかそれから彼は、死というものを忘れていた。善児が出てくるのを待っているのは、もう、死の道を聞こうというためではなかった。生きる道、それが尋ねたいのだった。中原が出てきたので、 走り寄って様子を聞くと、雪の日、汚い坊さんが奥へ上がったが、病気が起こったらしく、お屋敷で寝かしてある。しかし、主人が丁寧に看護しているから、熱は高いが、間もなく治るだろうという話。九之助は何を拝んでいいかも知らなかったが、ただ宇宙へ手のひらを合わせ、 どうぞ、禅師の命をお守りください。と一心に祈った。それは、自分の命を祈る気持ちだった。雪解けも乾き、日も暖かな春を誇り出した朝。ちょうどあれから、六日目か七日目だった。ありがとうございました。門を出て、 門へ来拝している禅次の姿を、九之助は見つけた。すぐ走り寄ろうとしたが、あの雪の日の話を聞いてからのせいか、その風災に何か近寄りがたいものがあって、ついおぞおぞと町を離れるまで黙ってついていった。禅寺様思い切って九之助は声をかけた。 大津の町の屋根が下に見える、関の山の道だった。おいと鉄源は、無造作に返事して、また無造作に行った。なんか御用か。いきなり突き詰めた声をして、久之助は、鉄源のわらじの前にひれ伏した。私に、生きる道を教えてください。 しばらく黙って、鉄源はそういう急の助のしなびた体を見ていたが、生きるにもいろいろあるよ。ハエ、ウジ、ノミ、牛、豚、猫。そなたも、分相応に生きているようじゃないか。死のうといたしました。何度も何度も。けれど、死ねないのです。 見たようなところがあるのお前様。弓茶屋で。はい。あなたが財布をおくしなされた晩。うーん、そうだった。天智様、私を、お弟子にしてください。死ぬ気で教えていただきます。何を生きる道を。バカな。見向きもしないで。 関の山へ、すさすさ登ってしまうのである。ぐたっと急の助は、地にへばりついていた。やっぱり、日のほかはないかと思う。ハエ、ウジ、ウシ、ブタ、ネコ。そのうちの自分はいずれに相当するだろう。ウシ以下かもしれない。ネコ以下かもしれない。 ふと久之助は、雪の日の鉄源の姿を思い浮かべた。途端に彼は、人間を辞任していたのであろう。立ち上がって、まっしぐらに山の上へ、全寺の影をしたっていった。セミマル堂の後ろで、大きな笑い声が聞こえた。その他にも、ガヤガヤ人間の声がしていた。 焚き火を囲んでいたこの山の小敷たちの群れに割り込んで、鉄玄が屈託のない顔つきで話し込んでいるのだった。鉄玄の話を聞いて、小敷たちは親しみを表しながらからかっていた。じゃあなんだおめしと俺たちは、いわば同商売みたいなもんだね。そうじゃそうじゃ。 鉄源は違うと言わなかった。今まで随分もらったろうな。おお、いただいたこともいただいたが、まだなかなか足らぬ。大阪南波の月光院で、初めてわしが、大蔵京開藩の願いを、段の上で説いたときは、どこの誰とも知らぬ人から、千両のご寄進があった。千弱の降格も、一石より、と言うてな。 えせリョウ小たちは、この世の話でないような顔つきをした。ついこの間も路傍で、見知らぬ甘さんが二百両を記者なされた。そういう人を見出すごとに、この世の在合侮辱は、松代も尽きないだろうが、同時に、この世に巧妙をもたらして住んでくださるお人も尽きない。と自信ができてな。 その時の嬉しさと言ったらない。そりゃ嬉しいだろうな。二百両もくれる人があったら。だがオラたちはどうしてそんな人とぶつからねえんだろう。ははは。それはぶつかりっこないよ。百年おこもして歩いても。なぜだろう。たったこれだけの違いだよ。お前方は、お前方自身のために袖恋している。 私には、わしがない。わしがもらうわけじゃない。じゃあ、誰が取るんだいそれを。文化が。では、ちょっと難しかろうな。この国の人々は皆、暮らしの上に、何かの幸いを受ける働きをする者がだ。王さんがさっきから、しきりと、大蔵卿改放とかなんとか言っていたが、つまりそれだね。 ああ、わしの場合は。一体それはどんなものだいこんなものと一口には言えないが、ざっと言えば。と、鉄源は、わかりよく、その仕事の必要を説明してから。今、陰間禅師が大爆さんにお立て下すった半木蔵は、北蔵南蔵と二棟あって、合わせて百五十坪。 そんなに何を入れるんだね。書物をする半木ばかりじゃ。その半木というのは、横二尺七寸、縦八寸、厚さ五分。大蔵橋全部にいるその半木の数が、ざっと六万枚ほどで、それも、裏表両面に版を刻しているから、その文字の面積を平たく並べると、七千二百坪になる。 うんー。暗記一枚はちょうど一生のお米が炊けるほどな木材だから、一人前一日五合として、それでご飯を炊くとすれば、十二万石のお米を炊くことができ、その日数を年に換算すれば、三百三十年近くになるから、ちょうど県務中高の後、楠すの成が討ち死にして、 諸国がまた乱れ始めたあの頃の年から今日の漢文年間まで毎日一人の命をつなぐだけのいいがたけるわけじゃ。驚いたな。それじゃお金がいるわけだ。それをお坊さんは一人の力でやるかい一人でできるものかみんなでやるのだよ。わしはただそれを歓迎という進めて歩くだけだよ。 いくらぐらいからもらうことにしているかね一門から。上一条から。そんなら、俺たちも禁止ようじゃねえか。二門や三門なら俺たちにだってできる。片付けない。お前方の一門は、不死の占領にも当たる。そしてその繰り切を、不死も平等に受けるのだが。千丸堂の陰で。 それを見ていた九之助は、どうしてここには、こんな美しい世の中があるかと疑った。奥見の住んでいる世の中、小牧大八の振る舞っている世の中、そこもここも、一つの地上であるのだが、彼は再び、そこからほど遠い雑木林の小道の中で、鉄玄禅寺の田元を捕まえた。 しがみついて話さなかった。これを話しては、絶対に、生きる道のない瞳で。幅一尺、長さ五尺ほどの白地の布を、竹竿なりに細長い上り畑として、それ筆太とに、振動を氷節の随あり、と上に書き、下へは文字を小さく二行に割って、 五百裏漢増流歓迎、と記してある。元禄初年頃からここ数年の間、江戸にこの旗を誰か見ない日はなかった。五百裏漢増流、五百裏漢増流の願望に合力してくだされ。歓迎僧は怒鳴って歩く。正宇さんが来た、と誰ももう知っていた。 一合の米、五尺の油、零細な銭。正音はいちいち丁寧に高騰していく。彼の顔は生き生きしていた。彼の肉体には誰も驚くような根気と健康があった。よく続きますね。慰めて人が通うと、希望がありますからね、と明るく笑う。 もう四十を超えているらしい年頃。それが、京都六条の仏師屋のせがれ九之助だった。鉄玄禅師は、もう数年前に、大蔵教開藩の異行をこの世に残して、世を去っていた。その弟子、九之助の正運は、死の鉄玄ほどな力のないことを知っていたが、 鉄源が生きていった道だけをせめて習おうとした。死を失った後、正雲は再び孤児のような寂しみを抱きながら、諸国の参戦や前殺に修行を求めて歩いた。そのうちに、無前中津の城下から数里入ったところの記者さんに五百羅漢の完全な小僧を発見して、 そうだ。わしは武士の家に生まれている。仏像なら自分で掘る手がある。仏教の栗木を山から地上へと常に言っていた鉄源の言葉を思い合わせて。文相応にお前も生きているじゃないかと戦士が大津の山でおっしゃった。そうだ。これならば わしの分相応だ。それが彼の動機だった。しかし、その発言の目を生ませた者は、彼は密かに弓じ屋の奥見みだと思っている。生き続けてゆく限り、奥見みのことは忘れられなかったのである。禅は自力制度だった。 苦行道だった。奥見との戦いであった。将軍は一生のうちに自分の手で五百体の仏像を掘るという一眼を立てて、それをまむきになろうとした。奥見の記憶に打ち勝とうとした。振動、氷節の随あり。この旗の文字は自分で書いたのであるが、 福は、鉄源が何かの檻に、彼に示した語なのである。雪の日、雪の日。黙って歩くときは、それを心に思って歩いた。口を開くときは、五百羅漢増流の漢魚を触れ申す。これは、宇治大さ山の末相にござりますが、都人の中に、 500体の物資を備えたいと誓願を立て、ご保外の木戸村に、高地1500坪を賜りまして、一刀三霊、やがて成就も見えそうになって参りました。うえんうのお人々、哀れ、ごご力賜りませ。今日も声を枯らしながら、浅草の裏町を歩いていた時だった。 ご坊様路地の陰か,から呼び止めた女がある。その声走りがピーンと耳に突き通るようだったので、ショーンははっと思った。振り向くと髪を手拭いで包み、襟赤のついた着物を恥じるように、うつむいて顔を見せずに走り寄ってきた女が、ご合力いたしまする。 何か柔らかい、紙に包んだ糸のようなものを、パサリと彼の手へ預けて、逃げるように横丁へ隠れてしまった。あおくみさんショーンは駆け出した。もう見えなかったのである。彼はその後で、手に持たされているものをじっと見つめていた。思い出させる。 何者の匂いも艶もすでにない。それは白っぽく痩せている一握りの黒髪だった。わしに心の目を産み付けてくれた人だ。正雲は慌てて衣の袖で目を横にこすった。そして十歩ほど駆け戻っていき、そこへ放り捨ててきた旗竿を急いで拾い上げた。